シリーズ2日目終盤の攻防が続く水面は第11レース記者選抜が始まりました。6艇がバックスレッジ側、作戦待機行動はスタート展示同様の定番順です。1号艇は小馬翔作、2号艇吉田実、3号艇大久保慎一郎、4号艇伊藤誠司、5号艇宮野原幸喜、6号艇田中達彦、以上の6選手の対戦です。スタートまでは50秒前となりました。イン1コースは1号艇の小馬翔作。今日はここ1回走り高枠の一戦、人気の中心にもされています。2コースは2号艇の吉田実、センター3コースは3号艇の大久保慎一郎。吉田大久保両選手は前半レースともに3着と船券に貢献しました。引いて角1、4コースは4号艇の伊藤誠司。伊藤は前半カードはインから逃げて人気に応えました。5コースは地元5号艇の宮野原幸喜。前半カードでは道中全速戦を披露して2着連帯をマークしました。サイアウト6コースは6号艇の田中達彦で、スタイルは3対3と分かれました。記者選抜第11レース枠なり3対3です。進入内から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。4コース、5コースがわずかにスリット先行しました。4コース角からは4号艇の伊藤がさあ伸ばしていきます。1周目1マークは4番の伊藤がまくり先制、内を狙って5号艇の宮野原が追走か。後方からは1号艇の小馬も陰線踏ん張っていますが、まくった4号艇の伊藤誠司が先頭です。リードは2停身でバック中央通過、2番手追走は5号艇の宮野原、後ろは2停身、後方から2号艇吉田が内から上がっていきます。スタートは前提正常でした。2マークは4号艇の伊藤が先頭、内から来る2号艇の吉田ですが、これをかわして5番の宮野原が2番手キープ。4番5番でホームスレッジへ変わりました。その後ろ3番タラスイはにわかに大接戦、6号艇の田中、2号艇の吉田、内からは1号艇の小馬、この3選手がほぼ並んだ状況で2周目第3マークへ向かっていきます。先頭から4番5番と向こう上面立ち上がって、3番手は1号艇小馬が回って、そころから2号艇の吉田、さあここは3番タラスイ続いていましたが、1号艇の小馬がわずかに前に出て、体勢は4番5番1番でバック中央を通過していきます。3番手後方は定冠3、4停止相手、2号艇の吉田が4番手、後ろは離れて3番の大久保、6番の田中が追走しています。2周目2マークから直線コース、先頭から4番5番1番の体勢でラスト1周へと向かっていきます。角からまくって先頭は4号艇の伊藤誠司、大きなリードを取って3周目1マークへ向かっていきます。2番手は5号艇の宮野原、3番手は1号艇の小馬、体勢の方は4番5番1番で最後のバックスレッジへ立ち上がっていきます。3番手の後方も水が空いて、後ろは2番の吉田、3番の大久保、最後方は6番の田中の順となっています。先頭から4番5番1番、先頭は4号艇の伊藤誠司、今日は連勝のゴールへ向かっていきます。2番手は5号艇の宮野原幸喜、3番手は1号艇の小馬翔作で直線コース。第11レース記者選抜はゴールを迎えます。先頭4番伊藤ゴールイン、2着は5番宮野原、3着は1番の小馬ゴールイン、後ろは2番吉田、3番大久保、6番田中、ゴールインです。